こんにちは、南花です。今日は舞浜の東京ディズニーランドホテルに、なんで逃げるの、東京ディズニーランドホテルに来てますけれども、高橋香織ちゃんです。木下和樹さんの秘書をねやられていたんですけど、これから新しいことをされるんですよね。何でしたっけ、海外事業部の部長。やだ、恥ずかしい。部長さんですよ若いのに。海外事業部長、部下いないですけど。いや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 、でも部長部長って今度部長って呼ぶねということで、今日は香織ちゃんとこんな素敵なデートをさせていただいています。東京ディズニーランドホテルって来たことありますか？なかった、なかった。私も初めてなの今日。初めてね。素敵ですよね。こんな天井広いと思わなかった。そう、ほんとね、これ今ラウンジのところでこうティータイムを撮ってるんですけれども、この後ろにあるのがロビーのところで、本当に広くてね。ヤシの木ありますもんね。そう、ヤシの木があるんですよなんかハワイ好きな人ね、いますよね、うん、そう、とても広くて素敵で、いつか泊まりに来たいです ね、 ですね。お互い仕事ね、なんかうまくいったらご褒美で泊まりこようか泊まりに来たい、ね、泊まりに来たいですねっていうことで決意を新たにしました。はい、南花でした。橋香織でした。はい。